疲れ反転。額だけ取るみたいな。そう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 。ここいいんすか？ん？ここいいんすか？このままちょっとポッてやって。うん、だからそれ剥くのってさ、そこに農薬が溜まるとかっていう、まあ、口の食感が残るっていうのもあるけど。あ、そうなんですか？そうそうそう。ここに？そう。この、これに。うん。溜まりやすい。だから、もうここまでいったら剥きすぎないの、こう。うん。これはもう大丈夫。うん。でもいいですよね。うん、そっちはいい。これですか？ちょっと大きいかな。ちょっと、そんなに。そう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 。なるほど。うん、で、まとめていきます。あ、もう手でいいよ、手でいい。それやったらなんかボロボロになる。半分ぐらい。結構チャンしたらデカなるからさ、うん、ちょっと小さい、うん、8等分でいいよ。ちょっと小さいな、思うぐらいでいいよ。水含ませるからさ。8等分でもちょいでかいかなぐらいやな。15cc ぐらい。オッケーオッケー。いいよ。油まで軽くそっから揉み込まんでいい。 OK、 それでいいよ。高いな。もう切っていいか、切っていいか、もしくは油ちょっと足すか。いや、まだ切って、せっかく刺したので、また温度下げようと思って、温度あれだから。その、それは、くっついてる。剥がして。そういう時、これとザーレン使って剥がすとか。いや、違う違う違う、お玉とザーレンで。そうそう。戻して、中ちょっとレアぐらいいいよ。もういいよ。で、この時もう回収するから温度上げていいかな。全開で。キノコはもう全開で上げるから。油の
でまとめて入れるとき全部一気に入れる、1個ずつ入れる必要ない、くっつかへんやん、しめじって。しめじ同士で揚げるときにくっついたら1個ずつ入れるけど、
その全体に振りかける必要はない。やった、炒めるやん、これから。胡椒、で、片栗は左手で取る癖つけるから、結局持ち帰るやん。はい、じゃあそこで火を上げつつ、火を上げつつ入れるみたいな。で、煽ってからの、また右手で片栗粉を持ってる。そういうことや。結局持ち帰るやろ。では最初からそっちで。今日も一日お疲れ様です。